ブラッケンリッジイン1880ウィリアム、ブラッケンリッジは、スコットランド生まれのアメリカ合衆国の園芸家、植物学者である、スコットランドのエアで生まれた。1837年に、アメリカ合衆国に移民として、フィラデルフィアに渡り、園芸業者に雇われた。1838年から行われた、アメリカ合衆国の太平洋探検公会に、はじめ園芸係、 後に副植物学者に任じられた。植物学主任は最初有名な植物学者エーサ・グレート・ワシントンの大使の息子のウィリアム・リッチが任命されたが、グレーは仕事の多忙を理由に公開に参加することを辞退し、リッチは植物学の経験がなかったので、ブラック・ケン・リッチが植物採取や植物学業務を指揮した。ヴィンセン・号に乗船し、1839年に オーストラリアのシドニーやハンター川流域で植物採集を行い、1841年から1842年の間、オレゴン州やカリフォルニア州の沿岸地域や内陸の探査を行った。帰還した後は収集した標本を研究し、シダ類に関する報告書を執筆し、エーサグレイがすべての植物の植物報告書を執筆した。 この体験公開の成果の一つが、カリフォルニアのシャスタ山近くで、食虫植物、ランチューソウを発見したことで、ブラックケンリッジは、友人のフィラデルフィアのウィリアム・ダーリントンの名前を属の名前に命名した。1855年からボルチモアで、園芸家、造園家として働いた。エーサ・グレイが、奥中の俗名、ブラックケンリッジにブラックケンリッジの名を命名した。 ワシントン州のピュージェット湾のブラック・ケンリッジ水路に名前が残されている。ブラックは植物の学名で命名者を示す場合にウィリアム・ブラック・ケンリッジを示すのに使われる。ありがとうございます。